何も拾ってない場所。ここ怖くて覗いてないんですけど、覗かなきゃダメかな。あ、えい、古典的なやつに許せぬ。皆さんこんにちは、こんばんは、倉木柳です。今回はマサゴロウというゲームを遊んでいきます。こちらね、見ての通りあー、見ての通りね、 100% ホラーゲームでございますね。なにこれ、お面、お面かな。で、マサゴロウというのはですね、昭和初期に廃業となった旅館の名前みたいですね。で、主人公は愚かなことに興味本位でね、この廃墟であるマサゴロウに行って閉じ込められちゃうみたいな、そんな感じみたいですね。なんで行っちゃうんですかね。まあ いや、行きますか。はい、じゃあね、覚悟をね、決めたのでやっていきましょうか。ほい。やだな。この物語はフィクションであり、実際の人物、団体とは関係ないと。夏の間、田舎の山麓にある旅館でアルバイトをしていたことがある。一緒だった友人とは、そういえばもう随分と疎遠になってしまった。私は誰もいない大地を這う鶴花植物だとか、剥き出しの鉄骨の上にサラサラと降り注ぐ月光だとか、こういう静寂の風景に強く惹かれる。趣味と言っていいのかわからないが、いつしか休みのたびに地図を広げては廃墟探索に熱中するようになっていた。メシー村の廃墟のことをふと思い出したのは、ちょうど今年の連休の直前だ。昔のバイトでは、山の上にある源泉までお湯を汲みに行くのが仕事だった。その途中で、朽ち果てた建物を見かけたことがあったのだ。あの時は、競合の旅館が潰れた後かな、程度にしか気にも留めなかった。けど今は世界から忘れられたようにポツンと佇んでいたその姿がやけに心に引っかかる。見られてますよ。私はビールの缶を置くとバックパックに地図とカメラを突っ込んだ。来ちゃった来ちゃった。早くない？え？いや、何普通に入っ、ドアが開かない、閉じ込められてしまったようだ。なんで？叩き割って出ましょう、もう。おかしいじゃない。いやー、自分の足音か。やぶー、無理ー。ちょ、走るぞ、僕は。怖すぎる。あれ？ここから階段が綺麗だ。改築したとかかな。なんだっけ、廃墟って結構2階は朽ちてることが多いから、あんまり上がらない方がいいんじゃない？でしたっけ。どっちから来たか分かんなくなってしまった。よしよし、こっちだな。スズラン。ちなみになぜ僕が今迷ってるんだっけ。お外に出れば、
お外に出ればいいんじゃないかな。危ないから近寄らないでおこう。別にカメラでね、撮影するでもなくさ、本当に純粋に廃墟に入り込んでさ歩き回るだけの人って珍しいんじゃない？あかね。お邪魔しま、お邪魔しま。僕はどうすればよろしいのか。絶対やだ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 、あっち行かない。何もないな、何もないな。よし、ボタン、あ、ボタン開かない。よし、ボタン開かない。よし、行き止まり。よし、帰る。よし、帰ろうよ。帰ろうよ。なんでさまよってるんだっけ。電気通ってるんかい。はい、モスモス。音でっかいねん、もういやだ。はーい、35円、オレンジ、グレープ。あ、いや、こんなの覚えられないものな。でも電気さ、あー上なんだ。電気がさ通ってるんだったらさ、警報とか鳴っちゃうかもしれないし、帰った方がよくない？あれ、このなんか、このスミレユリサクラにはどうやって行くんでしょうか。スズラン、お金ボタンは行ったけど、行くか、もうやだん。ハゲツ、広い、はい、広い宴会をしていたんでしょうか。羨ましいですね。ごちそうを食べていたんでしょうか。なんかこうさ、拾うとか、なんかそういう感じじゃない。月月、秋月。あ、鍵閉まってる。あー、ここはもうあれなんだ、大広間的な大宴会場で、3部屋こう打ち抜いて使えるようになってるんだ。あはー、広い。キツネちゃん、開かない。走るとかないの？走ってるの？これ。あのね、無理かもしれないぞ、僕これ。なあ、行くか。構造がさっぱりわからん。あ、あ、すごいリフォーム。これ本当にさあ、危ないんじゃない？外が見えるんじゃない？わあ、なんか僕昔こういう廃墟のあれだな、こういう感じで増改築繰り返してるような
廃墟のなんかね、あの肝試しの動画見たことあるかも。従業員通路。急になんかファンタジーなややファンタジーな。え、あれってやっぱり警報みたいな生きてるんじゃない？あ、いけないや。富士、富士サファリパーク帰ろう。ほら、もう行く場所は全部行きましたからね。もう肝試し完了です。富士山にタッチしたから僕帰る。ちゃんと富士山までタッチしたもんね。こういうのは行ける最深部まで行ったらクリアのはずなんで。どっちだっけ。ああ怖いよ、怖い。あ、ないな。よしよし、帰ります。帰ります。帰ります。おかしいでしょ。ほら、だってサッシもさ、綺麗だし、立て付けもそんなに悪くなさそうですよ。ここは新しい木じゃないですか。なんで開いたのに、なんで開いたのに閉まってるの。よくわかんない。なんだそれは。どうすればいいんだ。多分またピンポイントでどこか探索が不十分なんでしょうね。そんなこと言ったって、開くんか。うわー、無理。今のところでも独り言言いながら廃墟を徘徊してるただの怪しい人になり果てておりますが、 いのかな。なんかこうさ、お化けが出るフラグすら立ってない感じがありますけど、ほらね、ゼロで言うさ、遮影機を手に入れる前なんですよ今。だから敵も出てこないし、なんかこう、いや、でもここが開いたっていうことは何かあるはず。あったわ。従業員室ってどこでしたっけ。これ違いました。はい。お化け屋敷で見るような骸骨。民族学者メモ1。あ、実績だ。7月7日晴れ。ついに調査対象メッシー村に到着。山の斜面を利用したこの旅館からは村を一望することができる。夕映えに赤く染まる小村の姿はまさに絶景である。明日からじっくりと歴史調査に集中できそうだ。夕食の炊き込み飯は特筆すべき味である。美味しかったってこと。そりゃ良かったですね。これから町の調査に出る。天保4年から10年の天候不順では藩の失策のため、この地域は深刻な危機に見舞われた。餓死者を一人も出さずに災害を乗り切ったのはここメシー村だけだ。
しかし歴史に埋もれ、現在残されている資料はあまりに少ない。一体何がメシエ村を他の村と異なった未来へ導いたのだろうか。実に興味深い。なんだ、大体こういうのはさ、当時食べちゃいけないっていう動物食べてたりとかさ、するんじゃない？わかんないけど。この村の知恵と技術は今こそ引き継がれるべきものである。プロ18時から。どうした？いや、メモだから正しいのか。4月10日曇り、町役場にて聞き取り調査を行うも、特別な情報は得られなかった。資料室にも村の歴史を紐解けるような記録は全く残されていない。窓口の女性、40代は親切だったが、客人がよほど珍しいのか、世間話が止まらないのには参った。先行きの不安はひとまず温泉で流してしまおう。ここの風呂は清潔でいい。水がきれいなのかな？4月12日、曇りのち晴れ。住民への聞き取り調査。坂鶴山の、ふもとにある神社へ参拝。宮司はあいにく遠方の地鎮祭に出向いていたため、気を改める。信仰について、乾物屋のおかみ、50代からは、面白い話が聞けた。この村は、神山である坂鶴山に守られている。山の神、お神様が、厄災のたびに村を救ってきたという伝承が残っている。風呂の後、アンマを頼もうと受付に連絡したが、そのようなサービスはないらしい。旅館の主人が揉みましょうかと言ってきたが、丁重に断る。いいじゃん。僕ね、思うんですけど、マッサージはわかんないけど、整体とかはさ、女性より、男性に頼んだ方がね、いい気がする。女性だとなんかこう、指が細いから、点でね、めちゃくちゃ痛くないですか食い込むんですよ。で？従業員、書いてない案件。まあ普通の人は従業員のそのスペースに行かないもんな。18分やったよ、もういいですか。18分やったからもういいかな。もうちょっとやるか。従業員のほら、きしむ音無理。開いた。すみれ、開かない。よし、ゆり、開いてる。悲しい。布団がいっぱいあるよ。友達、待って行かないで。夜なのに飛ぶなんて果敢だな。たまにいるのですよ。ほい。宿泊客の旅の思い出3部作出てる。かなり人気のシリーズらしいですね。最初に部屋に置いてあった饅頭を土産物屋で売ってほしい。なるほど、簡潔でわかりやすい。そして非常に有益な情報でしたね。なんもないの？おトイレ。ゼルダにこういう感じのトイレでさ、神くれーみたいな言ってくるやついましたよね。ムジュラの仮面に。
よし、終わり。え？進展は？なし。進展はありませんが、セーブをします。まんじゅうのフロントって行けましたっけ？違う、フロントは階段崩れてたところかな。お風呂の話ありましたけど、お風呂って行けるのかな。スズランと、スズランの廊下からお風呂に行けることになってる。いや、この先は行き止まりだから、こっちか、お風呂。やっぱりね、旅館に来たら楽しみの一つだから、お風呂はチェックしてないと。風呂。風呂。あれ？これ玄関だった。あ、じゃあこっちにお風呂か。そっか。住んだってことにしてさ。やめちゃダメですか。ほら、もう22分も頑張りましたよ、僕。頑張ったんですって。この辺になんかあったりとかしない。え、いや、すすらんにさすがに用はないから、そうだな、何も拾ってない場所。ここ怖くて覗いてないんですけど、覗かなきゃダメかな。あ、えい、古典的なやつに許せぬ。あ、あそこ見てください、開いてる。主人公はさ、襖も開けられないんですか。非力すぎませんか。まぐらい開けられますよね、さすがにね。これだって乗り越えられますよ、頑張れば。僕黙ると雰囲気あるでしょ。怖いでしょ、このゲーム。あれ？30分経ったらやめるからね、僕。あと5分でやめるから。5分以内に進展がなかったらもう終わりなんですからね。進展あったかも。おい、あ、来た。厨房。開かないや。主人公さ、気合い入りすぎじゃ。そうか。すごい、この作りかっこいいな。昼間にぜひ来たかった。なぜ昼間に来てくれなかったんだ、主人公は。エントランスルーム、どこも行けない。従業員宿舎。いやー、これは無理ですね。行けませんね。行きたい気持ちはね、山々なんですけどね。ほら、見てください。
こんなね、障子が倒れてたら行きたくても行けませんよね。非常ベル鳴らしたらさ、誰か来てくれないかな。はぁ、あ、なんか聞こえません？ラジオ？遺体がどうのこうのって言ってる。わあ、なになに？前代未聞の大量緑殺人事件が発生いたしました。はい、今日午前9時ごろ、今日村の旅館正五郎で大勢の人が乱殺されているところを、今日村の配達員が発見いたしました。犠牲者は正五郎の従業員と宿泊客で、遺体は胸部から下が切り取られていたと。あ、過去の話か。切断された遺体の一部はまだ見つかっておりません。この大量緑殺人事件について警察では総力を挙げて捜査しております。おじさん本当にかわいそう。部屋変えてくれって言えないのかな。ボタン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 、いやー、ちょっと道がわからん。撤収。ボタン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 よりもボタンよりもセーブセービングセービング。どっち？こっち？多分こっち。主人公走れない？さっきほら危ないからゆっくり行った方がとか言ったけど、全言撤回するね。走ってほしいな。よし、よしよしよし。じゃあボタンに行ったら終わりにしようかな。ボタンね。ここだ。頼もう。危なすぎ。普通に命の危機。あ、宿泊客の旅の思い出5まで来ちゃった。増築されたばかりとのことで、とっても綺麗なお部屋で満足しました。今度はもみじの季節に行きたいです。紅葉か。あ、そっか。何これ。いいお部屋だったんでしょうけど。え、待って、でも待って、シリーズものが読めただけで何一つ得られていないのですが、開けた意味とは。何もない。開けた意味なし。え、どうしよう。セーブしよう。セーブ。ギブギブギブ。31分頑張りました。はい、まあ先週でね、短くなっている可能性はありますが、はい、じゃあね、ちょっと第1回というか、まあ打ち切りになる可能性もありますが、正五郎ね、はい、一旦ねここまでで
めちゃくちゃ怖いゲームというか雰囲気がね、あります。本当に、環境音、風の音が怖くて、一人で廃墟を歩いてる気持ちになりますね。さすがに僕の住処もここまでボロボロじゃないのでね。ああ、怖かった。ちょっと夜中にやるもんじゃなかったですね。はい、じゃあね、気が向いたらまた続きやっていけますので、よかったら見てみてください。はい。不甲斐ない結果で申し訳ない。いや、でもまだね、頑張れるかも。日を改めたら頑張れそうなので、はい。よければ、のんびり待っていただけたらと思います。それじゃあまたね。